バイクにも必要な高速道路等での三角表示板を買おうと思って、埼玉県上尾市にあるライコランド埼玉店に行きました。実は今年のモーターサイクルショーに行った時、バイクでも三角表示板が必要なことを初めて知りました。調べてみると、道路交通法規則で高速道路上でやむなく駐停車する場合に三角表示板または停止表示灯の停止表示機材を設置しなければならないとあります。表示しないと故障車両表示義務違反となり、点数は1点、反則金は6000円が課せられます。埼玉県道5号第二産業道路を上尾方面に向かっています。ライコランド埼玉店は埼玉県内ではかなり大型のバイク用品店です。埼玉市方面から上尾方面に向かうと左側に店舗があり入りやすいです。逆に上尾方面からだと中央分離帯があるので右折できません。少し先まで行って U ターンをします。今日は久しぶりに晴れた日曜日なのでかなり混んでいます。こんなところでも最近ライダーが増えたと実感します。出てきたバイクはかなりの旧車。ヤマハ XS650。続くバイクはヤマハ RD350 のようです。ライコランド埼玉店は店内撮影ができません。これはバイク専用の三角停止板です。店内を3周くらいしたのですが、見つからず店の人に聞いてみました。すると、バイク用ですか?と聞かれ、そうですと答えたら、バイク用はありませんとのことでした。これだけ大きなバイク用品店で扱っていないのに少し驚きました。三角停止板は設置義務はあるのですが、携行義務はありません。ですから、バイクでも四輪車でも車両に付属していません。今までバイク販売店でも三角停止板いりますか?と聞かれたことは一度もありません。高速道路や自動車専用道路以外では設置義務はないので、一般道を走る限り三角停止板は必要ありません。そのあたりの事情で必要性をあまり感じず、ライコランドでも置いてないのかもしれません。他の店はどうかと思いネットで調べたところ、二輪館ブログ2015年8月6日草津二輪館で、高速道路ツーリングの必需品として三角停止板が必要という記事を書いているので、二輪館は置いていると思います。ナップスの通販のページにもオートバイ専用三角停止板があります。東洋経済オンラインの2022年4月29日の記事に、今までは四輪車用の三角停止板を積んでいたが、今年のモーターサイクルショーで小型のバイク専用三角停止板を見て購入したと書いてあったので、バイク用の存在はあまり知られていないのかもしれません。二輪館が近くにあるのですが、通販の方が値段が安いのでアマゾンで購入しました。2046円でした。ライコランドまで行ったので脊髄プロテクターとブレーキ&パーツクリーナーを買いました。使わないことに越したことはありませんが、高速道路ツーリングでは必需品なので用意しておきましょう。なお、四輪車に携行義務のある発煙筒は
蛍光義務も設置義務もありません。しかし LED の非常信号灯などを蛍光しているとより安全を確保できるでしょう。